こんにちは。超集中空間プロデューサーの北慎吾です。今日は前橋育英高校の特待1の国語についてお話をしてみようと思います。前橋育英の特待入試はですね、国語は大問が3つ出てます。3つです。で、1つ目、大問の1は論説文です。現代文は論説文が出題されます。で、2番は古文です。古文。で、3番は知識の問題と漢詩の問題が出ます。過去3年これは変わらず。で、配点が、現代文、論説文が50点、古文が30点、知識が20点というふうになっていて、これも変わっていないというふうになってきます。で、じゃあどんな問題が出てるのっていうことなんですけれども、まあ、論説文に関しては、読解はもちろん出るんですけれども、読解だけではなくて、最初の、方でですね、漢字の読み書きが、4問ずつですね、出題されたりとか、あとは語句の意味とか、語句の言い換えとか、そういった選択問題が出てきます。で、これが2問。出てくるんで、これ実は合わせてこれだけで20点あるんですね。はい。ですので、実質、読解、ね、読解の問題で、30点というふうになってきますね。はい。で、古文ですけれども、古文はもう完全に読解。現代語訳にしろとか、現代仮名遣いにしろとか、そういう問題ももちろん出ますけれども、もう完全に読解です。で、一つだけ、あまり学校ではひょっとしたらやってないかもと思う問題がですね、漢語に分けろという問題が出てきます。はい、この文を漢語に分けなさいという問題が出てきます。それはあまり触れてないかもしれないんで、ちょっと練習が必要かなというふうに思いますね。で、知識の問題はどんな問題が出るのっていうことなんですけども、まあ、本当にこれはもう様々です。部首、それから、文法の問題も出てますね。それから、送り仮名が正しいものを選べとか、四字熟語、慣用句、文法はもう敬語とかも出てきますね。で、あとは類義語ね。で、去年なんかは手紙の書き方、時候の挨拶ってありますよね。立春の候とか、背景、敬具とか、そういうやつです。はい。で、あと、漢詩が出てくるんですけども、漢詩はですね、読解ではないんですね。読解ではなくって、まあ、返り点とか、あと、ここにはまる単語、漢字は何かとか、あとはちょっと文学史的なものが出てきたりとか、そういったような感じになるので、読解ではない。けども、まあ、読めた方がいいというような感じですね。はい。で、ここの中で、一番気をつけていかなければいけないことなんですけれども、まずは現代文の配点が高いということもありますので、論説に絞って読解をしていくっていうことが、育英で点を取る上では一つポイントになるかなというふうに言えると思います。で、古文に関しても配点が30点と高いですので、古文取れるようになった方がいいです。で、入試が1月ですので、12月までっていうふうに考えると、仮に1日1個古文を読むよっていうふうにしただけでも、まだ70個くらい読めるんですよ。そうすると、毎日毎日、古文をちゃんと読んで訳してっていうことをやっていたらですね、70個読んで全く手がつけられませんっていう人はあまりいないと思うんですよね。はい。ですので、古文の練習、それから現代文、特に論説文の練習っていうのをしっかりしておくと、国語では点が取りやすくなるのではないかというふうに言えると思います。はい。では、今日は前橋育英高校の国語の、問題についてお話をいたしました。ありがとうございました。